はい、どうもこんにちは、ナッチです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、ってことで、レーダーがね、近々アップデートが来るということで、まあそれが半年前ぐらいに対戦機能を追加するよみたいな話を運営さんがしまして、まあ、その頃生放送もあったんですけど、でその時にこうレーダーの取得したメダルの枚数によって何か得点がねあるというか、まあ、多い方がやっぱ有利みたいな話を聞いて、僕はその時にアーマードロップをたくさん買ったんですよ。でスキャンして闇アテナをいっぱいスキャンしておいたのに半年動きがないっていうね、ずっと待ってんだけど、でその過程で闇アテナがいつの間にか5体いたのにもかかわらずダンジョンクリアしてなかった。ずっとメールのとこにあって、だから俺そういえばこれ闇アテナの艦隊作れるんじゃねってなって、今日この動画です。はい、ありそうでなかった闇アテナパーティーね。オール光ヘラドラとかも多分そのうちなるんですけど、ヘラドラもなんだかんだ名前があったんで、ミルはまだ箱買い、なんだろう、個別のアーマードロップになってないんで、ミルはまだ持ってないんですけど、光ヘラドラと闇アテナは一応現状できますので、ちょっとやってみようかなってことで使ってみたいんですけど、まあ、回復力ゼロなんでどこがいけるんでしょうねって感じなんですよね。なんかいい感じの難易度のさダンジョンがないかなって、まあ、闘技場1ぐらいなら全然勝ってると思うんですけど、先制来たら終わるしねえ、まあ、なんかアシストして回復をちょっと増やすっていうのもありなんですけど、封印もゼロなんでいろいろやばいんだよね。スキブとウェイだけめちゃくちゃ多いっていう、なんで、まあ、ゴッドラッシュとかその辺で封印ないよね。ゴッドデビルなら勝てるんじゃないかな。ちょゴッドデビル挑戦してみよう。よろしくお願いします。これ全部たまるんじゃねこの辺ね。威圧はたまらんか、さすがに。はい、威嚇してやれってことで3ターン以内に倒せばいいんでね、どんなキャラもね、盾さえ張らなければ。これが強いよね、威嚇艦隊でもあります。ただまあ7コンボ強化とかありませんので、どうでしょう。火力の方は闇の上一つで、あー結構強いっすね。そう、意外とウェイも馬鹿にできないんですよね。アテナ対決でございます。もうこれも楽勝でしょうね。イーリアがちょっと怖いな、盾張るもんな、盤面次第だよなあいつは。体力5万あるけど、おじいちゃんも威嚇しちゃって闇取っとこう。で意外と回復、あー少ないわ回復力クソ少ねえわ。回復力問題がなあるんだよな。だからデビラとか行ってデュークとか来ると本当にやばいと思う。水消してねえし、危ねえし。ありがとう、落ち込む先輩。なんで、ほんと先制ですよね。闇と水を同時に消したら、闇と水同時に消したら、一応4倍まで上がるんでしたっけ？上がるんですけど、4倍じゃな。さっきの回復力見てなかったけど、297ですもんね、ちょうどね、綺麗に。よし、このターンに倒しますか。なんか水を消し忘れるんですよね、さっきから。闇のウェイばっか考えてるからかな。まあ、これ倒せると思いますね。そうだね、まあ、単純に2970だもんね。厳しいな。回復問題かな。はい、威嚇です。ちょっとここからはね、ドロップを少し考えながら行かないといけないんで、あえてウェイは組まずに闇を少し温存しながらね進んでいきます。あ、いい盤面だ。これ倒せないか、切り倒せない。水の欠損も笑えないんで、水の欠損が一番笑えねえわ。これで倒しつつも闇がそこそこ降ってきて、水もさらに降ってくるみたいな。あ、いいんじゃないこれ。ウェイ2つあったらさすがにいけるんじゃない。ドロキョしてね。あ、ありがとう。回復した。
これ使って、んで、で、そんなね、いい配置を狙うほどね、時間もないんで、なんかすごいもったいなくない？大丈夫？大丈夫これ？あ、余裕だった。オッケー。とりあえずゴッドラッシュは大丈夫ですね。次デビラ行こう。デビラのデューク出たら、やばいやばいゲーム。やばいばあちゃん。行きます。よろしくお願いします。欠損。早い。そしてお前。こいつの方が圧倒的に外れなんですよね。まあ、機嫌次第なんだけど、ほら機嫌悪いじゃん。毒がね、めっちゃ来るときとね、全然来ないときの差が激しくてね。で、まあ、10ターンっていう決して短いターンでもないんで、めっちゃ機嫌悪いやん。困るんだが。困るんだが、お主暗黒騎士狙います。いやー、今のはダメ。あの毒の量はダメ。なんで欠損しとんの、いつも。盾張っちゃうしね、こいつ。今の威嚇しときゃよかったな、さっきの。まあ、根本的に毒の量がおかしかったんですけど、オッケーだけど倒すことはできんやろうな。ギリ耐えるんだよな。強いしね。困るしね、序盤からこんなダメージ受けたら。回復間に合うんですかって話ですよ。一応次4分の1なんで、だいぶ可能性としては低いんですけど、クラーケンも辛いな。ダメージがないキャラクターで。素晴らしい。威嚇一応しとこう。威嚇して、まあ、ウェイ組んだらさすがにね、倒せると思うんで。回復に使ってもよかったのかな、今ね。使ってもよかったですね。意外と、150万はあっさり出ますね。で、こいつも弱点なんで、縦4ターンで謎キャラですけど、たまにいるよね。縦ちょっとしか張らないやつ。セルケドとかさ。逆にそういうやつに限って、その縦が消えるタイミングで発狂したりするんですけど、まあ、こいつ光ってこともあってきっと3だけで倒せ。なんでギリ耐えるんですか、皆さん。どうしてそんなに僕を困らせるんですか。ただまあ神への冒涜もね、3もカウントダウンがありますので。で、サタンさんも初手は威嚇効くんでしたっけ。先制こそありますけど、効きますので、水を待ちましょう。で、で、ウェイが2つ入りますから、お、間に合ったね。回復低いね。297って面白いよね。あ、今気づいたわ。ここまで何も気づかなかった。どうしてでしょう。不思議だね。なんか奇跡の落ち込みが来たものの、まあ、7万7000は回復できんわな。ハクつけましたのでスキル貯めてから行きます。ここで終わるわけにはいかない。これを買ってやる。この人ほんとだるいんだって。毒が不機嫌なの今日。え？はいや、貯める必要ないやん。なんか最初からつけとけよっていうね。それぐらいのスピードで溜まりましたね。落ち込みはすごい絶好調。ただ毒がな、やっぱ来るだけで欠損率は上がっちゃうんだよな。よし、今ブラックアウトでもいいでしょう、今は。で、次倒しながら毒消しましょう。あ、なんか消えとったし。これ倒せるかな？いけるか。よし。で、メフィストだよね。メフィちゃんを上行くんで倒します。こいつは4つだけで大丈夫。きっと。
イエス。でサダンに威嚇打ち込みます。多分勝てますね今回は。グリザルも威嚇効きますから、威嚇祭りですね。彼の体力が勝つか、こっちの威嚇が勝つかみたいな戦いが起きるかと思います。なんか水汲めてなかったし、意外とサタンしんどいんだよね。毒毒毒毒、どうせ次毒になるけど。で、まあ、耐えないと思うけど、一応怖いんで威嚇打っといて次に進みましょう。お、盤面もいい感じだ。てかこれなんか検証してきたらさ、別にグリザルこんな威嚇で殴り合うこともなかったんじゃねえのかって今更思いましたね。威圧が来ますよそろそろ。威嚇だけじゃ満足せずね、威圧もぶち込んでやろうかと思います。意外と削るんじゃないかな。でもね、割と減るよね。この調子で削っちゃいましょう。毒と猛毒が邪魔ですね。あの二人が消せないっていうのがね。次で倒しちゃうかな。どっこいちょい。お疲れちゃん。イエス。ってことで、まあ回復問題があるんでね、あと封印問題もあるんで、勝てるダンジョンは相当少なくなるんですけど、まあ頑張りゃね、きっと闘技場1ぐらいなら勝てると思いますね。封印バッジにすると今度はいろいろまたね問題点が浮上してくるんですよね。なんでまあ封印を引かないことを祈るか、プラスさえ振ってれば多分回復も大丈夫だと思いますので、やっぱ封印ですかね。封印問題をどうにかすれば、まあ僕でも一応あの全部封印で勝てましたから封印はなんとかなるんで、ぜひもしね、あのレーダーガチでやりたいよって方はアーマードロップ買って組んでみてはいかがでしょうかといった感じで終わりたいと思います。以上ナッチでございました。バイバイ。